予約の時に今日のね、今回のバトルで誰が勝つかを予想してくれた人は、<laughs> ニックネーム藤原信長さん、ワン君んさん、もきさん、洋介さん、いっちょさん、ウルフさんの6人が予想してくれました。予想してくれなかった人はね、次回予約の時に予想してくれると嬉しいですよ。そして、この藤原信長君たち6人が今日の4回のバトル、誰が勝つのかを全部当てたら、 その人がリクエストしてくれた人が来月のバトルに登場します。例えば、藤原信長さんがリク予想を全部当てたら、来月は芝シ心シ、インドの神様が登場します。ワン君さんが予想を全部当てたら、来月は菊池亮介、カープの選手が登場します。もきさんが全部当てたら、来月はヒトラーが登場します。 陽介さんが全部当てたら、来月はゲベ、デンジャラス爺さんのキャラが登場します。イッチョさんが今日の全部当てたら、来月はナポレオンが登場。ウルフさんが全部当てたら、ハットリ・ハンゾマサナリが登場します。皆さんも積極的に予想フォームに記入してね、来月も予想してください。そしてね、あの、人数が多いんでね、あまりね、本当はね、言葉で盛り上がってほしいんですけど、 チャットとかをうまく利用して盛り上がっていってください。では、今日の戦いが始まります。今日の最初の組み合わせは、ダーン第1回戦徳川家康対歌川広重なのだ徳川家康は有名人。歌川広重はどんな人かちょっと選手紹介していきますよ。画面が切り替わります。 どーん。はい、見えますか徳川家康と歌川広重。見えてる人ああ、見えてるね。オッケー。じゃあ見ていくぞ。どーん。音も聞こえてますかじゃーん。イェーイ。敗戦所紹介。徳川家康といえばもちろん。江戸幕府を作った将軍ですよね。関ヶ原の戦いで勝ちました。戦はまあまあ。 というか、そんなに強いかなという感じ。我慢強く、粘り強く生きて、最後は江戸幕府を作り、天下統一。健康オタクで、自分で作った薬を無理やり家臣に飲ませる迷惑なやつだ。過去のバトルでも、さすがに有名人、たくさんたくさん登場してます。徳川家康対上杉謙信、足利尊氏対徳川家康、源の実朝対徳川家康。 徳川家康対ベルゼブブ。んじゃそりゃね、リクエスト次第でこんなのも登場してしまいます。ベルゼブブってハエの悪魔だよね。なんでやねんね、徳川家康対上杉謙信2。徳川家康対ペリー。徳川家康対明智光秀若い時の徳川家康対老人の徳川家康。なんと自分対決もあったぞ。徳川家康対ヤシノキ。ああ、散々登場してます、徳川家康。対するは みんなこの人までは知っているかな歌川広重。江戸時代の火星文化という江戸時代後半の文化の時に登場した浮世絵師。浮世絵という絵を描きました。代表作は東海道五十三次。東海道のいろんな風景を描いた絵を描いています。そんな戦うはずのない徳川家康と歌川広重に戦ってもらいます。体力を決めての三回勝負。 どっちが勝つのか予想してくれた人たちはさっきの6人じゃあみんなにもちょっと聞いてみよう手を挙げてもらおう徳川家康が勝つと思う人ーおあけ田さん小いさん長の、ね、さねおきさんがいいよすけさんおきさんも来ましたでは歌をよろしくが、ね、勝つと思う人ありがとうございますおおきさんお、ね、ましたねでは見ていきますよー<笑><笑>じゃーん さあ、いよいよ開始今日のバトルの1回戦。徳川家康は75歳まで行きました。HP は75。歌川広重は61歳。HP は61。3回の戦いで相手の HP を0にした方の勝ちだ。1回目の戦いは。ドーン。ーン <laughs> 川の流れのように対決なんじゃそりゃさあ、川の流れのように対決は、ドン徳川おー、徳川家康ですからね。名前に川がつきます。これは攻撃力 10! 歌川広重は、ドン 歌川こっちも川がつきます。負けていません。徳川と歌川、どっちが川なのか、これは決着がつけにくい。攻撃力は柔道士。いきなりですが、ここは同点でしょう。最初の戦い。まずは引き分け。残り2回のバトルのうち、さあ、最初に攻撃が当たるのはどっちだ第2回戦、次の戦いは、ドン。ええ え、対決はドー,ーンしかみ像徳川家康の有名な絵にしかみ像というのがあります。これは伝説によると、徳川家康が味方が原の戦いで負けて悔しかったとき、今回の負けを反省するのだと自分に言い聞かせるために、わざと自分が負けて悔しいって言っている醜い姿を絵に描かせて、これをいつも見て、 あの時は明日よりた反省したと言われています。というわけで、シカ、ミー、シカメ面ということですね。シカ、ミなので4と3で攻撃力は43。じゃあ歌川広重は、ドーン。東海道53次東海道の53の風景を描いた絵。東海道53次が代表作攻撃力は そりゃね、53ですよね。攻撃力は 53! こういう時は数字が大きい方が相手を攻撃して体力を減らします。歌川広重の攻撃で徳川家康に53のダメージドが、ンおーっと徳川家康 HP が53減って残りが22になったでは最後の戦いは死 さあ、そのし、たマを見せるのだし、対決はどン。天ぷら。徳川家康、一つの説によると、天ぷらを食べてお腹を壊したという人がいます。何何その構え天ぷら関係あるのかええー 天ぷら攻撃なんでとは歌川広重に1のダメージ攻撃力は 1! やったなこの野郎これら歌川広重は怖い伝染病これらで死んだと言われています。 これら攻撃じゃーって、またその構えかよードン死ぬでよ,しないよじゃードンウイルス怖ーバイキン怖ー攻撃力は10万なんと江戸時代、歌川広重が死んだ時のこれらでは、江戸で10万人が死んだと言われています。攻撃力は10万じゃーっゴーン というわけで、全く真面目にやってない日本史バトル。一回戦は宇多川広重の勝利となりました。こういうのを、4回の勝敗をね、全部当てると、今日の徳川家康や歌川広重みたいに、この人登場させてというふうにリクエストすることができますので、ぜひ今日ね、リクエスト予約の時に間に合ってなかった人は、来月の予約するときはね、 リクエストしてくださいね。より楽しめますよー。じゃあちょっと、誰がこの予想を当てたのか見ていきましょう。行くぞー、第1回戦は、宇多川ワ重の勝利でした。宇多川ワ重を当てたのは、ダーン 洋介さんですおめでとうございますなんと一回戦、洋介さん以外はね、みんないきなり外してしまうという大波乱。じゃあ、洋介さんガッツポーズイェーイ洋介さんガッツポーズだイェーイ見えてるぞあ後ろ向いてる。イェーイはーいおー大お、さん拍手ありがとうでは、そんな調子で洋介さんは次からも当てていくことができるのか 第2回戦みんな、組み合わせを見ていくぞ。第2回戦は、ダン第2回戦、三好長吉対フェルディナンドって誰やねんはい、この三好長吉とフェルディナンド、実はこれは9月の日本史予想バトルの優勝者のリクエストなんです。9月に優勝した人がリクエストしたのがこうやって10月に出てきます。三好長吉。 フェルディナンド、選手紹介していきましょう。画面が切り替わるぞー。ダーン。はい、見えますか見えてる人。三好長吉はフェルディナンド。見えてるね、みんな。オッケー。はい、見えてる人。よーし、ありがとう。じゃあ、行くぞ。ダーン。<laughs> 三好長吉は戦国時代。阿波の国、今の徳島県出身の武将。 京都の細川氏に仕えてます。京都に登っていって、十三代将軍、足利義照を追放将軍を京都から追い出す。そして主君の細川春元も追放京都から追い出す。そして京支配を支配、京周辺を支配するという極上の戦国武将なのです。過去のバトル、まだ登場してませんね。初登場。対するは フェアルディナンド。こちら。はい。本好きの下克上というね、小説、本に出てくるキャラクター。どうですか、皆さん。本好きの下克上、読んだり見たりしたことある人、どれぐらいみんな知ってる感じかな知らない。<laughs> ああ、じゃあね、予約ね、予想した人がねないけど。じゃあ、雰囲気でみんな見ていこう。神,官の神殿の召喚長で <laughs>、マインという主人公の保護者、マットサイエンティストで何でもできるそうです。 信田先生も読んだことないので一生懸命調べました。なんか面白そうですよ。本好きの下克上。みんなもぜひね、図書館なんかでね、借りて見てみてください。それでは、そんな三好長吉とフェアルディナンド、予想してもらいましょう。三好長吉が勝つと思う人。じゃあ、フェアルディナンドが勝つと思う人。おーい、ぴょにょだぴょましたね。手が上がってきました。ありがとう。チャットなんかもいっぱい使ってね。じゃあ、見ていきましょう。 三好長慶は1522年に生まれたので HP は1522。フェルディナンドは本好きの下克上2013年に始まったそうです。HP は2013。では最初の戦いは顔顔対決はドン まあ普通普通三好長ナ攻撃力は100じゃあフェルディナンドはバーンイケメンなんかイケメンキャラらしいですよみんなもね本きの結構上ぜひ見てみてください攻撃力は500フェルディナンドの攻撃キドーン三好長ナに500のでは次の戦いは <laughs> ドン 人気ー人気対決はばーん。微妙ーいや、ま、戦国大名なの、武将なの中でも微妙だよね。三好長嶋。そんな人気って感じじゃない。どうですか三好長嶋好きな人三好長嶋のファンだという人あんまあいないよねー。というわけで微妙。攻撃力は ?100。じゃあ、フェルディナンドは 大人気なんかすっげー人気らしいですよ。このライトノベルがすごい。男性キャラクター人気部門。2018年8位、2021年2位、2022年4位、2023年5位ということでね。ライトノベル系人気キャラクター、エルディナンド大人気。攻撃力はセンジャーだン三好長吉に1000のダメージ。じゃあ、最後の戦いはダウ <laughs> ン。 下国上下国上対決。下国上とは何かそれは下の者が上の者を倒してのし上がることを下国上というのだ。ねえ、家臣が主君を倒したりして殿様を倒したりして自分が殿様になる。そういうのを下国上と言います。下国上対決はドガン。はい、三好長いし。 将軍追放、主君追放ということで、将軍を京都から追い出して、殿の細川も京都から追い出す。まさに下国城の武将なのだ。100たす100で攻撃力は200といったところ。じゃあ、フェルディランドは、ベン。本好きの下国城って題名そのまんまいいね。本の題名に下国城がついている。なんと、 677話まであるそうです。なんか楽しそうなんでね、みんなもぜひ、本好きの下克上を読んで、感想を聞かせてください。フェ,フェアルデアンドの攻撃、ドンよし長いし、677のダメージ。というわけで、2回戦は、てかてかドン フェアルディランドの勝利となりましたね。ねちょっと今日はね、本好月の下克上まだ読んでる人がいなかったみたいなんで、あの薄い感じ。ただ、このまま第2回戦勝利したのは、バーンスケさん当てましたね。読んでなかったとは言ってましたが、スケさんに連続正解おめでとうはい、スケさん、ガッツポーズイやーイエーイ じゃあ、まだまだ続くと、第3回戦は。お、まともなの来ましたね。立正宗対平の清盛だ。こちら知ってる人も多いはず。では、選手紹介していきますよ。<laughs> はい、なんか見えてますかドーン。 さあ、行きました。伊達政宗対平野清盛選手紹介。はい、伊達政宗は、東北の英雄ですよね。独眼竜と呼ばれました。片目が、ね、不自由だったので、片目の竜、独眼竜と呼ばれた、遅れてきた英雄。お父さん、伊達照宗とお母さん、義姫の子です。女ゴ姫と結婚して、娘のイロハ姫が生まれました。 23歳で東北支配、若い。しかし、すでに秀吉が強い、小田原攻めの時に秀吉に侵入、慶長剣王施設をヨーロッパに送ったり、長生きして徳川三大将軍家光にも信頼される。仙台藩の派手な建物、大河ドラマの主人公にもなった人気者です。過去のバトルでもいっぱい登場してますね。明智光秀大伊達政宗、島津義弘対伊達政宗、 小林一蔵対伊達政宗、市川團十郎対伊達政宗、アインシュタイン対伊達政宗、勝海舟対伊達政宗、伊達政宗対ゼレンスキー、伊達政宗対カビー、博之対伊達政宗、伊達政宗対明智光秀、竹島伊達政宗対北条早雲とさすがの登場回数。対して、だー平らぬ清盛。これは平安時代の最後の。 大権力者、日本の半分以上を支配し、その権力は平家にあらずんば人にあらず、兵士じゃないやつは人間じゃないとまで言われました。若い頃、王元平治の乱で勝利して、武士で初めての大政大臣となります。娘の徳子を高倉天皇と結婚させて、<laughs> 孫が安徳天皇となります。日ソ貿易、中国との貿易で大金持ち大きな利益。 瀬戸内海の温度の瀬戸を掘ったり、大和田の泊まりという港を整備したり、厳島神社という美しい神社を信仰したりします。平野清盛。過去のバトルでは、島津義弘さ平野清盛。平野清盛対土方歳三と。お、平野清盛、運がいいですね。まともな相手ばっかりですね。では、ダーン。そんな伊達政宗と平野清盛の対決。<laughs> みんなにも予想してもらいましょう。伊達政宗が勝つと思う人。一票。さあ、一発も来ましたね。ななさんも。じゃあ、平らな清盛が勝つと思う人。一票,票、二票,票、三票、四 <coughs> 票。あ、だいぶ来ました。では、見ていきますよ。どぎゃーん。 はい、伊達政宗ね、六十九歳で亡くなりました。HP は六十九。平清盛は六十四歳。それでは最初の戦いは、派手い！派手派手対決は、デー！伊達もの、伊達政宗は派手で派手で有名でした。 正宗のように派手な人ということで派手な人間を「建物」というそういう言葉が生まれました。攻撃力は50。平ゃあ平の清盛は、ドーン。平家の協平家の協というのはお経です。皆さんお経を見たことありますかお経をね、なんとキンキンキラキラのね、紙に金をね、貼り付けまくった、めちゃくちゃ豪華なお経を作ったのです。 さすがお金持ち。攻撃力はまあ、それでも皆さん知らないぐらい。攻撃力は30止まりといったところでしょうかだってまさむの攻撃、ドガーン耐えらぬ気は森に50のダメージ。じゃあ次の戦いは、ドーン。支配。さあ、支配力は、ドン。 23歳で東北。そうですね。伊達政宗18歳で当初になって23歳の時には東北1円を支配してます。攻撃力は23。じゃあ、平らの清盛はドン。日本の半分なんと日本の半分以上が兵士のね、国になってます。日本66カ国の半分 33! 平らの 清盛の攻撃。ダだん。伊達政宗に。三十三のダメージ。おお、いい勝負で最後になりましたね。じゃあ、最後の戦いは。どん。親<や>。親対決。せーの。どん。そう。上皇官を。はい、あの清盛は。 親が白河上皇じゃないかという噂が昔からつきまとってます。噂なので攻撃力は自由といったところ。じゃあ伊達政宗の親はこんなはずではうち殺す毒殺してくるんなんじゃそりゃ伊達政宗、お父さんが敵に捕まった時、伊達政宗はお父さんを助けに行こうとしました。しかし、お父さんは人質になって敵の盾になってる。 お父さんはだ伊達政宗に胸に言います。この父ごと敵を撃てすると伊達政宗は、分かった、撃ちまーすって言って、お父さんごと敵を撃ちまくりましたドーンそして伊達政宗のお母さん、伊達政宗のお母さんは、政宗よりも政宗の弟の方が大好きでした。なので、弟が大好きなお母さんは、 伊達政宗邪,邪魔だな、ね。ちょっと毒殺しようか。と言って、ご飯に毒を入れまくって、伊達政宗を殺そうとしてきました。なんじゃそりゃ戦国の世は厳しいのだ。というわけで攻撃力は、マイナス 100! マイナスの時は自分に攻撃が跳ね返ってくるぞドーン伊達政宗100のダメージを受けてしまった。というわけで、 この勝負、立政宗の自滅平野清盛の勝利となりました。なんじゃそりゃ。では、この勝負、平野清盛の勝利となったので、これを予想したのは、ダンお、洋介さん、やるねここまで当ててきましたよ。はい、陽介さん、ガッツポーズや。 さあ、そんな陽介さんがここまで当ててきたところで最後の一つも当てることができるのかここが気になるところ。さあ、いよいよみんな最後の戦いですよ。最後まで盛り上がっていきましょう。最後の戦いはダーン千姫対ザゼウスの対決さあ、この辺も選手紹介が必要でしょう。紹介していきますよ。ダーン はい。さ <laughs>、はあ、来ました、千姫対ゼウス。さあ、どんな人たちか紹介していきましょうって人か千姫、こちらは江戸時代、徳川秀忠。ね。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠と、おごうの長女です。なので、三大将軍、徳川家光の姉にあたります。 徳川家康にとっては孫ですね。なんと生まれる前から結婚相手が決まってます。生まれる前から豊臣秀頼の言い名付けだったのです。豊臣秀頼は豊臣秀吉の息子ですね。そして7歳で秀頼と結婚しました。若すぎ。そして豊臣家に入った千姫は大阪夏の陣で坂崎直盛に助け出されたと言われてます。本多忠敬と結婚し、長生きして大奥で権力を持ちました。過去のバトル。 初登場ですね対してゼウスみんなギリシャ神話読んでますかギリシャ神話知ってる人ね星座のね物語ギリシャ神話面白いですよねそのおいいねみんなね一ッさん秋田さん小エさんそんなギリシャ神話で一番強い神様ギリシャ神話の主神全知全能何でもできるね星座の物語お羊を送ったり 浮気するためにお牛に変身したり、これがお羊座とお牛座のもとになります。浮気をするために白鳥に変身したり、浮気をするためにワシに変身したりということでね、とにかく浮気するために動物に変身する神様、それがゼウスなのだ。ねえ。どうしますかみんなもね、あの、牛とか白鳥とかわしに告白されたらね、付き合いますか付き合うかねえ。だよね。 過去のバトルでは、中カの鎌取り対ゼウス、アルキサンドロス対ゼウスと、今回3度目の登場となっています。うん、では、この組み合わせ、みんなにまた予想してもらいましょう。最後だぞ。予想当てていこう。千姫が勝つと思う人。おーい、ヨスケさん一票。では、ゼウスが勝つと思う人。おーい、チョタさんアキゼタさんネアイナノ来ました。アイバットさんも来ました。では、 見ていくぞ、ドゴン。<laughs> はい、1000姫。HP は1000。なぜなら1000姫だから1000なんじゃ。対してゼウスの HP は神。ねえ、ゼウスこれまで2度登場して両方とも HP 神でしたからね。どうすんだこれ。さあ、それでは、最初の戦いは、ドン。 結婚結婚力はで豊臣秀頼豊臣秀頼は微妙ね秀吉に比べて豊臣秀頼はなんか頼りないよね。7歳で結婚したので攻撃力は7。じゃあ、ゼウスはたン女神ヘラ 非常に美しい女神のヘラと結婚してます。まあ、秀頼とヘラじゃねえ。ということで攻撃力は100ドガン,ン、100のダメージを受けてしまった。次の戦いは、ドドン。美貌、美しさ。さあ、その美貌は、ドン。 姫非常に美しかったと言われてます攻撃力は1000じゃあゼウスは動物に変身まあ動物に変身して美しいかと言われてもねしかもゼウスよくし、ね、半分だけ動物になったりするもんね失敗してね微妙攻撃力は100おっとゼウス動物に変身したので HP がついた おうの4。なんとこれまでゼウスずっと HP が神だったんですが、動物に変身してしまったために、上の HP を見てください。おう,う,うの4。なんと HP が1004になった。これで千姫の攻撃が通るぞ。千姫の攻撃、ドゴンゼウスに千のダメージ。さあ、いよいよ最後の戦いになりました。最後の戦いは、ドゥーン。 天空、お空対決。天空、お空対決は、ドン。天寿院。千姫は、年をとって天寿院と呼ばれました。天の木の院。かっこいいですね。攻撃力は相変わらずの7。7歳で結婚しましたからね。お、ゼウスといえばもう天空の神様じゃ。行くぜ、ドン。雷もた。えー 動物なので雷出せない。もうね宇宙を破壊するというほどの雷を出せるゼウス。牛になってしまったら雷出せない。空も止めない。攻撃力はゼロ。三姫の攻撃じゃーー、ドゴン。 おーっと、なんとこれまで HP が神だったから無敵だったゼウス。ついに破れてしまった自分でね、動物に変身してしまいました。ということで皆さんここまでありがとう。最終決戦は、ダン千姫の勝利となりました。では、 洋介さんは当てることができたのかドデゲ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 。どーんなんと洋介さん !4 問全部正解ですおめでとうございますというわけで、今日の日本酒バトル。4問全部ね、ピッサーに出てますね洋介さんおめでとう全部当てた洋介さんのリクエストゲベーね 来月までに登場します。デンジャラスじいさんすげえ有名だけどね、信田先生読んだことないから読まなきゃいけないですね。<laughs> あ何巻ぐらいまであるんでしょうね、あれね。デンジャラスじいさんね。コロコロポンポン、ね。さあ、ただ、あと一人、相手が必要。というわけで、途中で間違ってしまっても、次にたくさん当てた人、次にたくさん当てた人のリクエストも聞きます。次にたくさん当てた人は、ダーン。 藤原信長さん、2問正解させてきましたので、藤原信長さんがリクエストしたシバシンと、来月はゲベが戦うことになります。ジャラスジさん対シバシンインドの神様。どんな戦いになるのか。ということで、画面に今藤原信長さんいますか藤原信長さん、いただ手をあげてください。お、あ、いた。よっしゃー。ね。 楽しみにしておいてくださいね。来週出てくるからね。イエーイ。<laughs> じゃあ来週じゃない来月だ。では次回予告。次回は11月30日の10時からです。ちょっとね、まだね、予約ができないんで、明日かあさって2、3日以内に予約できるようになると思います。また今日のね、文、アーカイブ配信、ね、YouTube でも見れるようにしますので、そちらもよろしく。 さあ、次回の予告をちらっと見せましょう。どん。次回は、西郷まるまる、たい、んだ、のぶ、うん。そして、二回戦は、今日のリクエストですよね。ゲベ対い、しばせ三回戦は、と、ん、へ、ん、たん、けん、ん、け。誰だ、これ。そして、四回戦は、山、ん、ん、対たん、ん、ん。 の対決になります一体誰が登場するのか。ね、ちょっとね、予約できるようになるのに明、今日か明日、明後日ぐらいまでかかると思うんですが、ぜひこちらも皆さん予約して来月も来てください。そしてなんといってもね、やっぱり予想してこそ楽しさが倍増するので、予約の際にね、ぜひぜひ4回、次回で誰が勝つのか予想して、積極的にリクエストしてください。そして、 最後に繰り返しになりますが、のぶた先生のお知らせ。この日本史バトルは、楽しんで真面目に日本史を学ぶオンライン、歴史チリクラブの休憩コーナーです。今日もね、歴史チリクラブの子も来てくれてますよね。ありがとう。ね。歴史チリクラブはね、考える力が鍛えられる。世界中から歴史好きが集まる。100人以上いますよ。難関中学受験即応の復習プリントもある、歴史チリクラブ。こちらもね、ぜひチェックしてみてください。中学受験にも。 有利になりますので、お母さん、お父さんを説得するのだ。そして右下、YouTube でも日本酒バトル、これまでの日本酒バトルを紹介しています。えっと、300個以上のね、日本酒バトルがあるので、右下の QR コードから YouTube もぜひ見てみてください。というわけで、なるべく早く予約できるようにします。 今日もみんなありがとう。来月の11月30日、また会いましょう。では皆さん、今日もありがとう。またねー。そして、洋輔さんおめでとう。イェーイ。